よろしくお願いします。はい、では改めまして皆さんこんばんは。今日は9月26日土曜日、時間は9時4分、21時を回りました。 2FM の時間です。パーソナリティの岩永つぐみです。はい、今日の最初の 2FM についてなんですけど、私の最近についてお話ししたんですけど、最近は運動を頑張ってます。運動って言い方があれですけど、うーしかなかったので何を頑張ってるかっていうと、何でしょう、ダンスとか、ダンスって運動なんですかね、あとはストレッチ。皆さん何かやってます？何もしてない？なんか家にいる時間が増えたので、お家の中でできることをしてるんですけど、なんかおすすめがあったら教えてほしい。トロンボーン、まあでもあれか、肺活量が鍛えられそう。スーパーマリオは運動にはならん気がするけどまあでもそんな感じで、今日もお付き合いよろしくお願いします。はい、ではまず最初の1個目のコーナーです。題してお悩み相談室はい、すごくシンプルな名前ですね。先週もそれでやったんですけど、ここのこのなんていうんですか、お悩み相談室、まあその名の通り、あのお悩みを相談していくというコーナーなんですけど、実際に事前にいただいたお悩みと、あとこのコメント欄に来てるお悩みで相談を何個かさせてもらいたいなと思っております。ではいただいたメールから先に読みますね。その間によかったらコメントの方にお願いします。届いてたはず、これかな。はい、一つ目、自分転職して未経験の営業になって10月から人たちになってるねんけど、お、関西の方。研修期間3ヶ月で、自分がやる業務については1ヶ月しか研修なかったから自信なくて不安しかなくて、やっていけるかな、てんてんてん。おお、大変そう。でもやっぱり生きてたらっていうか、突然、まあ理不尽なことも多いですよね。例えばこれだったらきっと本当はもっと研修いっぱいしてもらえ、いっぱいしてもらうというか、やっぱ時間が必要じゃないですか。自分がやったことない業務に急に、なんだろう、そういう仕事について、なんていうんですか、本当はもうちょっと時間も必要だし、でも周りもちゃんとそういう仕事ができる人たちがいっぱいいる環境で、一人だけ多分不安で心細いと思うんですけど、実際私も研究生の時とか、なんかアンダー回ってくるじゃないですか。なんかああいうアンダーってめっちゃ急に声がかかったりするし、逆に研究生の時はああいうアンダーは断ったらもう昇格できないんじゃないかっていう不安があって、だからどんなアンダーも、なんだろう、引き受けれるように毎日レッスンしてたんですけど、自分で。でもなんて言うんだろう、なんか一回あったのは、なんか学校行ってたんですけど、今日の公演のどこどこに出れるっていう連絡がマネージャーさんから来て、そういうのも結局断ったら自分がチャンスを逃すことになるんで断れないんですよ。それで3時間ぐらいで覚えて出たことがあるんですけど、やっぱりなんか、まあ言ったら理不尽かもしれないじゃないですか。それも同じ部類の、自分はもっと時間が必要でもっと練習しなくちゃいけないけど、でもやらなきゃいけないタイミングは今みたいな。やっぱりなんかいろんな状況があるし、いろんな立場があると思うけど、でもやっぱりそれは全部何かのチャンスにつながるって私は思ってて、で結局そういう積み重なりで昇格できたり
ファンの人が増えたり、そういうことだと思うんですよ、私の場合ね。だからきっと今このコメントくれた人も方も多分しんどいと思うんですよ今すごく。でも多分3ヶ月続けてみたらきっと何か変わると思うので、とりあえず今は何も考えず、自分は未熟かもしれないけどそれをあまり不安に感じず、プレッシャーも感じず、ただただ頼まれたことを、今自分ができることを精一杯やったらいいんじゃないかなと思います。失敗しても大丈夫ということで、次のお悩み、歯医者さんに行くタイミングを見失ってしまいました、点点点。本当は5月か6月頃だったんですが、コロナ禍で控えていたらタイミングを失ってしまいました。やっぱり行った方がいいですよね、行く気分になる一言をください。なんか私もなんかめっちゃなんだろう、旬な話っていうか、なんか歯医者さんいつ行ったかな、先月7月に行きました。なんか虫歯になりやすいんですよ結構。どんだけ綺麗に歯磨きしてても、歯のケアに行っててもなんか虫歯になっちゃうタイプで、で私の周りにその歯について詳しい子がめっちゃいっぱいいるんですよ。歯科衛生士やってたりとかしてる人もめっちゃいるので、なんか相談したらやっぱり体質もあると思うって言われて、で結局私もずっとコロナで行けなかったので7月に行ったんですね。したら虫歯っちゃ虫歯なんだけど、そんなめっちゃひどい虫歯じゃなくて、虫歯の出来かけみたいなやつがやっぱ3箇所ぐらいあって、なんか歯磨きが届かないのかな、わかんないけど、それ直してもらって、めっちゃ歯医者さん嫌いなんですけど頑張りました私も。だからぜひ行ってほしい、私も行けたから私も行けたから行けるよ。なんか歯医者さんって怖いですよね、ごめんなさい歯医者さんなんか怖いですなんだろう、病院も怖いし注射も怖いけど、歯医者さんってやっぱ見えない治療じゃないですか。あとウィーンと音がね、どうも苦手で。でも結局なんか私は病院に行くときそんな行かないんですけど、怖いけどこれに打ち勝ったら自分はまた一歩強くなれるんだっていう、なんかよくわかんない気持ちでいつも行ってて、だから歯医者さん行った時も、つぐみちゃん治療するねって言われて、はいって言って、本当はめっちゃ震えてるけど、もうなんか、あ、私全然余裕だよみたいな感じで行って3箇所直してもらいました。親知らずも見てもらったんですけど、親知らずはまだ大丈夫そうとのことで、もしかしたらまたね、いつか行かなきゃいけないかもしれないから、まあ早めに行って損はないですよ、早く行きましょうはい、こんな感じでいいですかじゃあコメントから1個ぐらい、でもコメントに悩み全然来てないんだけど、悩みない、元気みんな次って良さそう。行くよ、もじゃあ次まあ悩みあったらここのコメントじゃなくてメールにぜひ送ってほしいです。メールのアドレスはツイッターにも書いてあるアドレスなんですけど、ローマ字書きでつぐみ.iwanaga0510 で @gmail.com です。もう一回言うと、ローマ字書きでつぐみ.iwanaga0510 @gmail.com になります。よかったらお待ちしております。それでは次はここで一コマ TMI Timmy Too much information、 なんでもないよっていうお話一つさせてください。最近の私の TMI Timmy は卵が片手で割れるようになりましたはい、ということでTMI を挟んで、次は来週の運勢星座占いのお時間でございます、はい、先週はねその場で考えたので、今週はちょっとだけ考えてきました。いくよ、じゃあ来週の
何位から発表しようかな。じゃあ1位と12位は一番最後に発表します。来週の、じゃあ2位天秤座、待ってました、占い待ってましたありがとう。天秤座です。来週の2位は天秤座の方いる？いないかな。来週の天秤座の人はあとはやるだけです。そう、一歩進めない、でもこれに挑戦してみたいっていう方はうまくいくと思うので、あとはやるだけです。やってください。はい、そして来週の3位射手座、射手座の方おめでとう、いる？久しぶりのお友達に会える気がします。なのでマスクをして除菌しながらぜひ街をフラフラと歩いてみてください。最近ちょっと寒くなってきた、ちょっと涼しくなってきたので、ちょっと外にも出やすい気温かなと思うし、そんな時に公園とかね行ってみてください。お友達がいるかもしれないでは次5位、カニ座、決意が固まる1週間になると思います。今考えていることをもうちょっと考えてみて、そしたら来週いつか分かんないけどいろいろ結果が出ると思います。はい、次6位、うん？ 2,3,4,5 位か。5位はサソリ座の方、考えるよりも行動です。 Just do it です。サソリ座の方いるかな。サソリ座、私のお母さんとお父さんがサソリ座なので、これ終わったら連絡しますね。お母さん、考えるよりも行動だよって言ってきます絶対何のことって言われる。はい、次6位、双子座、双子座の方、チャレンジしたいことが見つかる月じゃない1週間だと思います。いろんなことに興味を持って関心を持って外を歩いてみてくださいね。なんかいつも私イヤホンしながら歩いてたりするんですけど、なんかイヤホン外してみるとやっぱいろんな音が聞こえていろんな発見があって面白いなってすごい思うんですよ。やっぱそういう些細なことをちょっと変えてみて、その周りを見て歩くとか携帯を見て歩くんじゃなくて、そういうことでね見つけられる素敵なこともあると思うので、ぜひ試してね。では次は7位、水亀座の方です。だんだん後半に来たけど、水亀座の方、それこそ足元を見て歩かないと何か踏んじゃうかもしれないだから歩きスマホはしないでね、来週に限らず気をつけて。あ、いた、水亀座。次は8位、獅子座の方いるかな。獅子座いる？衝動買いはやめましょう、後から後悔します。わかるよ、衝動買い、私もねすごいね多かったんだけど、前は衝動的に買っちゃうこと、絶対これもう運命じゃんみたいな意味のわかんない口実をつけて買うんだけど、運命じゃないから、実際ちゃんとよく考えないと、もったいない、時間ももったいない。でも考えた上でやっぱ欲しいってなるんだったら、もうそれは衝動買いじゃないのでいいと思う。特に高いお買い物3日は悩みましょう。はい、次9位、ヤギ座の方、人の目が気になっちゃうかもしれないよという1週間です。でも人の目なんて気にしてたらもったいないです。その人は何も思ってないかもしれないし、その人が思ってたとしても関係ないので、はい、ただ人の目を気にしなきゃいけない場面もあります。ちゃんとなんて言うんですか、なんて言うんだろう、状況の範囲内じゃなくて常識の範囲内でやってみてください。
はい、次は今何位だ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10位、次10位か。魚座の人いる？明日やろうは失敗するので、もう今日やってください。来週の運勢だけど、もう明日やろう、めんどくさいなはダメです。今日はやってくださいね。私も魚座じゃないですけどやります。はい、次は11位、おひつじ座。私の妹がおひつじ座。心細く感じることがあるかもしれません。でも大丈夫だよ、私がいます。寂しくなったら私を思い出してください。ちなみにいつだ、来月ズームのお話し会もあるので、もう心細くて無理ってなったら私が待ってます。会いに来てくださいというお知らせも含めちゃったけど、本当に会いに来てほしいな。こういうのもね、コロナだからこういうのしかできないって思うんじゃなくて、こういう環境だからこそできるイベントだから、もういつかできなくなると思うからさ、コロナが落ち着いたら、コロナが落ち着いたら多分やんないと思う。だからね、それこそ魚座の人、明日やろうはダメですよ。なので、あ、ツーに会いたいなって思ってくれたら、もう今日決めてください。はい、そんな感じで次は12位と1位、乙女座か牡牛座。お、私は牡牛座です。さあ12位の発表ですよ。乙女座と牡牛座の人いますか？いない？では来週の12位の発表をします。来週の12位はごめんなさい、乙女座の方です。少しモヤモヤすることがいっぱい起きるかもしれないです。でも大丈夫です。私がモヤモヤした時にいつも考えることがあって、やっぱり一番は時間が解決してくれると思うんですね。まあ、もちろん嫌なことがあったな、モヤモヤするなって思うことは誰もあると思うんですけど、時間だけが解決してくれる時もあるし、自分自身が辛いなと思いながらも前進することで時間が解決してくれることもあると思うんですよ。でも私は後者が結構多いなって思うんですけど、やっぱり悩んでる時って後ろ向きがちなんですけど、なんか悩んでるのも成長の一部だと思うので、なんてですか、何も気にしてなかったら悩まないと思うんですよ。だから、うん、悩んでるうちでもできることを前進させた方がいいなってめっちゃ思ってます。自分だったら今運動頑張ってるって言ったんですけど、全然体が柔らかくならなくて、なんか開脚はできるんですけど、もうちょっと綺麗に開脚の練習っていうか、開脚できるぐらい柔らかくなりたいしとか、腹筋もあと10回できるようになりたいってすごい思って悩んでりするんですけど、でもやっぱそれってなんか頑張ってたらできると思うんで、だからその部分は時間が解決してくれるっていつも自分に暗示をかけてやってます。だから頑張りましょう。何を、まあモヤモヤしてても前進しながら頑張りましょう、乙女座の皆さん。では来週の1位は牡牛座。イエーイ、自分で決めて自分で喜んでます。ごめんね。はい、何をしてもうまくいく日です。ごめんね、乙女座の方の次にこんなこと言うのはすごく申し訳ないんですが、はい、私来週何でもうまくいくみたいなので、もうこのラジオが終わったら予定を詰め込んでもうやりたいこと全部やりますね。なので大牛さんの皆さん、来週は忙しくいきましょう。はい、そんな感じで占い終わりましたけど、皆さん来週も元気で
元気にいけますか？いけそうですか？はい。ではね、来週の占いが終わったところで、もう一つ TMI のコーナーです。もう一個だけ言わせてください。私の TMI、本当にどうでもいいような情報って意味なんですけど、私は寝るときに、小さい時からバスタオルとかタオルケットがないと寝れません。まあ年齢の存在を知ってる方はまあ知ってると思うんですけど、それぐらい毛布の他にタオルケットとかそういうのがないと寝れないですっていう、ごめんなさい、全然どうでもいい TMI でした。はい、ということで最後のコーナー、最後のコーナーはまあリスナーさんからいただいたコメントを読むコーナーなので、事前にいただいたメールを読みますね。実際にこのコメントを何くれたコメントも読ませていただくので、よかったら今見てくれてる、聞いてくれてる方はコメントをください。では読みます。最近和服を着る機会はありましたか？この前結婚式に行った時、和服で出席していた子もいて、つーちゃんの和服姿を思い出しました。和服っていろいろあるから、まあ、浴衣も和服かな、浴衣着物か、着物着たのは公園のお正月公園の前座のおこと引いた時とか、あとは普通に振り袖でしょ。で小さい時のそういうお引き染めで着たりっていう感じなんで、そんなにちゃんと着てないですけど、まあ、それ以来着物っていうものは着てないです。だから二十歳から着てないかな。あ、嘘、ライブの時に一回着たか、お正月ライブの時に一回着て、それ以来着てないです。浴衣はカナダにいる時に歌のイベントがあってそれで来たのと、そっから帰ってきてライブして、8月のライブあしてないか、帰ってきてからは。じゃあそれが最後ですね。カナダにいた時に歌のイベントがあってそれで来ました。だからそっから来てないかな。はい、そんな感じで次は、つーちゃんの今一番やりたいことを教えてください。ギリギリに叶いそうなやつなんだろう、めっちゃあるけど、今やりたいこと全部言っていいのかな。何から言おう。まずミニギターが欲しい。しかもそれなんかリサイクルショップとかそういうガレージ系で探したいんですよ。新品とかじゃなくて、なんか行ったら中古のちょっと年代物みたいな、わかります、ちょっとヴィンテージっぽいやつ。だから結局そういう場所に行かないとないんですけど、今行けてないので、まあ行けたらかな。あとは今私学生に戻って学校に通ってるんですけど、なんだろう、やっぱ文房具見るのにすごいハマっちゃって、なんかこれだっていうノートが欲しいそんな感じ。はい、そんな感じで、では今日はここまでにしたいと思います。皆さん30分間約聞いてくれてありがとうございます。まあ来週もやると思うよ。来週って何日だ、ああもう来週10月なんですね。10月は Zoom のイベントが3日間あって、なんかチケットがもうあと何枚って言ってたんだっけな、もう本当に言って 2,3 枚らしい感じだったんで、
今どうなってるか知らないですけど、それ聞いたのが先週のいつだ、先週、いや今週頭とかかなに聞いたので、今どうなってるか分かんないですけど、まだ日にち合わなくて悩んでる方とかいると思うんですけど、まああと 2,3 枚らしいです。ということで、ね、時間限られてるしっていうのもあるんですけど、ぜひ来てほしいなと思います。そして今抽選イベントもやってて、オンライン、あ、ワンオンワンライブって言って一人の人に歌うライブなんですけど、それの抽選もやってて、今日も多分10時に発表があったのかな、なのであと2回 ?3 回あると思うんで、ぜひどっちも参加、ついでって感じで参加してほしい。なんかワンオンワンライブは自分がやりたくてお願いしたんで、そう、まあ全員に歌えないっていうのがあれなんですけど、なので、うん、当たった人のために一生懸命歌います、という感じで、告知は、まあ、Zoom のイベントと今はラジオをやってて10月までやるので、ぜひ来てください。時々やれない曜日も、曜日じゃない日にちもあるんですけど、基本やってるので、仕事しながらはダメか、勉強しながら、あと何かしながら、帰り道とか聞いてくれたら嬉しいです。ということで今日は以上で終わりたいと思います。キュートだけ読ませてね。あつひろくんありがとう、けんさんありがとう、たかさん、ジロくん、あきひろさんありがとう、カープ男子さん、もういっぱいありがとうございます。もういっぱいね、本当に。銀次さんもありがとう。はい、そんな感じで皆さん、今週ももうあと何時間で終わって、明日は日曜日、何するのかな。明日からの1週間また頑張りましょうね。ということでバイバーイ。じゃあねー。